ライコウとエンテレスどうですかね、カズチポケモンと火山ポケモンなんですけど、うん、おすごい分類名ちゃんと分類名覚えてますね。さっきさっき言われた、はい、なんかあの法王というか伝説のポケモンを除いた中で唯一聖なるほど使えるポケモンなんです。しかもあのエンテって攻撃高いじゃないですか、まあ、高い攻撃とこう意外と物理の聖なる炎っていうような組み合わせですごい威力が出せるのが、まあはい、エンテのいいところですよね、うん、でしかも相手が火傷する可能性があるんで、うんはい、あれでも地面を地震を食らっても大丈夫。エンテってライコーはどうですか。ライコーどうでしょうね。伝説系、伝説って言っていいのかな、系の中で言うとかなりスピード速いですよね。そうね、はい、早いんで上からこうガッガッガッと攻めていくことができる、うん、リフレクターとか、はい、まあ、そういう耐久系の技とかを使って先にこう守りを固めに行くっていうのがライコーはまあしやすいです。まあ、じゃあそんな感じのエンテとライコー、はいはい、しばらく生かしてライコーを戦ってほしいって、はい、強いのでぜひ狙ってください、はいはい。